こんばんは。こんばんは。オーシャンズ編集長の原亮太です。スタイリストの菊池洋之介です。今日はもうずらっとスニーカーに囲まれてるんで、テーマはスニーカーです。スニーカー。はい。もうお悩み言いますね。うん、新作ですね。スニーカーは、いろんな種類によってコーディネートが変わるので難しいです。お二人はどんな風にスニーカーによってコーディネートを楽しんでますか？なるほど。44歳、茨城県 NA さんです。うん。でまあ、確かにね、ここにあるだけでも、ね、もうハイテクな感じとね、はい、ローテクな感じと、うん、ハイ&ローっていうことで、この辺はもうおなじみの、もうおなじみですよね。僕らも少年時代にお世話になった。ね。ね。で、うん、まさにこのオーシャンズ買い物エキスポ。うん、では、ここで、キングオブコントのチャンピオンになった赤羽さん、サルゴリラ。そう、スニーカー大好きで、オーシャンズのお店で、スニーカーフロアをやるとしたらどんなラインナップにしますかっていう取材を、まあ、年代もオーシャン世代なんで、ああなんとなく感覚分かられてて、うんうんうん、最先端とあの頃、うん、ハイテクとローテクスニーカーっていうことで、うん、もうここでドンとハイ&ローを分けてんだ。でこんだけまあ紹介していただいてるんで、はい、まあ、さっきの多分お悩みね、あの NA さんからすると、うん、スニーカーはきっと直感で選べると、はい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 、かっこいいな、うん、ただそれによってコーディネートをこう変えていかなきゃいけないのが難しいですっていうお悩みなんで、まあ、実際にじゃあ今日はそれぞれ1足ずつ選んで、うん、これだったらこういう風に合わせたいなっていうのを、なるほどなるほど、いう回です、うん、じゃあまず1足目もう履いてますよね。そうなんですよ、ローテク、ま、ローから、はい、これはプーマのスウェード。スウェード大好きだったな本当に、うん、ね。またなんかちょっとリバイバル感があるよ、ね、あるっすよね、うん、とにかくね、俺こういうローカットのスケッシュー系のグレーって学生の頃からすっげー入ってた。やっぱアディダスだったらキャンパスとか、はい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 、はい、グレーのちょっとフェードするスウェード感みたいなのは大好きで、グレーなんだね。ゴムがさ、うん、昔のやつって普通にどん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 色がちょっと焼けてくじゃないですか。その感じとグレーのやれていく感じが昔から好きなんで、あんまりこうテカリのない感じとこのアウターのオーバーダイしたこういうグレーとかっていうのは逆に合わせて、うん、あとは白と黒でみたいな、はい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 、そんな感じの着方で今日着てみました。今日の、まあ、まさにねコートと色もなんか合ってるし、そう、そこ狙い。なるほど。赤羽さんのコメントも読みますね、はい、高校生の時に初めて買いました。だから同じだよ、もう履いた瞬間ビースティーボーイズになりきったことを覚えています。発売から50年以上にわたり人気を博しているプーマの 大定番だ。今もだから全然こう履けちゃうっていうか、うん、嫌じゃないっていうか、ね、子供っぽいって思わないんですよ全然。まあね、これに対してそう、ね、そう、もう普遍だよねこの辺、うん、スーパースターもだし、ね、今日僕履かしてもらったのはもうアジアのサンバ。サンバね、これも名品ですよね。ブラバーはそれブラウン、もともと赤羽さんが紹介してくれたのはあのブラウンだった。あ、今日の企画でっていうのでお借りしたのはまあ黒しかないということで。あ、でもそれもかっこいいね。黒でこれかっこいいね、締まる。やっぱりこのね、原体験はやっぱりあるじゃん、うん、そうだね。今やガゼルって言ってるけど、うんうん、ガッツレーとかね、そうね、ガッツレーとか、うん、サンバとか、はいはい、もうタバコとか、はいはいはい、まあ、そのあたりのこの名品版っていうのを履くときには、まあ、なんとなくちょっとスポーティーな感じにもしたいし、はいはいはい、で黒だったからもう今回はもう全身黒にしてみたんだけど、あえて、ね、合わせて、そう、本当はこの赤羽さんが紹介してくれたこのブラウン、うん、こんぐらいのブラウンのグリーン、はいはい、ちょっとガムソール系の、そう、はい、これだったらコーデュロイの別の茶色いパイプポケットに合わせて、で上フリースとかにしたいなと思ってたんだけど、ちょっとレトロなのもむしろ今いい感じに着こなせるんじゃないかな、うん、ナイスチョイスですね。しかしこれいい、いいよね、いい、今若い人たちに大人気なんです、うん、レトロなムードがあるので古着ミックスが好きな方にもおすすめ、うん、霜が降りたピッチでもグリップ力を発揮するサッカーシューズとして開発、はいはいはい、クラシックなラバーソールが逆に新鮮ですと。確かにそう、履いてる子多いね、まあ、若い子も。僕ら世代からすると割とこう当たり前っていうかお手の物、うん、あれなんじゃないかな、あの
コーディネートするのは難しいっていう場合に、うん、ポイントは、まあ、落ち着いた色味を選んだ方がいいのかもしれないですよね。確かにね。だからあとは外しとして色を、うんね、赤とかもあるんでステールとかも、うん、だからそういう差し色として、うん、あえてこの原さんの真っ黒のに赤差してもそれはそれでかっこいいなとか思ったりするんで、うん、ローテク系ってこうシンプルにワントーンな感じが多いので、うん、差しで使うかもしくはもう全身ワントーン系で作るかとかっていう、まあこれもトーンだ。そうですね、うんうん、まずあのローテクに関してはそういう選び方をするといいかな。あとは迷ったらやっぱその服コーディネートの一部から色を拾うっていうのは一つポイントかもしれないですね、うん、そうね。あとローテクで難しいのってあのパンツの丈とか、はい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 、裾の処理ってある。あこのこれもあの裾を絞れるから、はいはいはい、バランス取りやすいんだけど、うんうんうん、いわゆるズドンっていうやつだと、うん、本当にジャストの丈じゃないと、うん、ちょっと難しくなってくる、ね、はい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 、確かにボリュームがあるとあの溜まってくれるから、うん、なんとでもなるんだけど、ボリュームがないことが多いからね、うん、ローテクは。そうですね。そしてじゃあ次ハイテク を選びましょう。選ぼうっていうね、まあ、迷うんだけどね今。それニューバランス、俺こっち行ってみます。サロモンもいいね、原さんっぽい ね、いいんだけどね。でも今回俺はねこのちょっとニューバランスアシックス、ね、アシックスね。やっぱアシックスはね履きやすいしな。 GT2160 ワーキングシューズもねちょっと、うん、やりましたからね。アシックスは注目ですよ。この色味何色それ。ブラウン、ベージュ、パープルが差し色で入ってます。カフェオレカラーってよく原稿で書く同僚がいました。同僚がいました。カフェラテね。カフェラテカラーじゃあ着替えましょうか。はい、ちょっとこれに挑戦してみます。はい、僕はこっちで。はいはいはい、着替えました。ハイテク、ハイテク、めっちゃんこ色合ってるね。なんかカフェモカだっけ、カフェモカカラーだっけカプチーノだっけ。カフェラテね。色を拾うってこういうことね。そう、ここまで拾えたら、うん、かなりいいけど、うん、刺してるパープルとパープル、ね、そうだ、めちゃめちゃ近いでしょ。うん、近スタバのカフェモカとタリーズのカフェモカぐらいの違いしかない。あ、それダメだぞそれはダメ。そこにちょっとブルーベリー刺したの、ね、ブルーベリーね。フラペチーノフラペチーノにしちゃったそうなんだよ。あ、でもいいね、そういう感じで。さっき言ったみたいにそのボリューム系は意外とこうかぶせでずるっといっちゃっても、ね、大丈夫。そう、大丈夫な感じになる。でもそこは俺も一緒かも。もうボリュームのあるパンツにボリュームのあるシューズ、ね、これローテクではやれない。うん、確かにね。原さんもね割とそのワントーン系で相当サイバーな感じだったから、はいはいはい、あのそっちに合わせるんじゃなくてもうトラッドにしよう、はいはいはい、そこにそうあえて外しとして刺すみたいなね。うもうあの普通のオックスフォードの BB シャツ、まあ、この上もあのコートとかでいいと思う、はい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 、にデニム、うん、でこういうのシルバーが効いてるし、あの確かに意外とここのね、うん、N マーク目が行くなと思った。そしてやっぱ 何しろねハイテクのいいのは履きやすいのよ。もうね足腰にね、これはね、これは思った以上にいいんですよ、ね、これはすげえ気持ちいいんだよな。これちょっと難しいかなと思ったけど意外と僕の服ともめちゃくちゃ合ってたね。ちょっとね今期そういうブラウンとかパープル僕刺したい気分だったんで、うん、ちょうどいいかもしれない。いい、まあ、そういう感覚で選んで、うん、あの上のコーディネートにリンクをさせていくと。そうですね。だからこういうのもだからそうサロモンのそうですね、まあ、本当にこの今ある中ではすごい色使ってるけど、うん、どっか拾ってあげるといいんじゃないかと、うん、割と簡単に取り入れられちゃうかもしれない。だからこういうねオリーブグリーンのパンツとかだったら、うん、いいのかもしれないね、うん、単体で見るとね強っつってなかなか手が伸びないんですけど、うん、スニーカーってそういうのあるよね。ある、なんか何にでもハマりやすいいるよね。これにもいけるのかみたいな、ね、まあ多かったのはだから色をどう味方につけるかっていうところで、うん、まあ、菊池君からの回答としたいなと思います。はい、はい、すいません。ということで、参考になったなという方、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです、うん、またチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた来週、さようなら。さようなら。